失礼します。お願いします。お疲れ様です。ザ・ランページ from エグザイルトライブのパフォーマー浦川翔平さん。あー、これですか。はい、うわー、かっけー。全然全然、ありがとうございます。超やばいっすね。帽子を見つけるとすごいですね。マジか、かぶると聞きたか、これ。いや、夢でしたね。やっぱ目の当たりにするとちょっと実感しますね。やばいな。テンションが上がった浦川さん、きらびやかな皇帝の衣装を着付けしてもらいます。変面の人も小原印象ばきとるよね、いつも。長崎市出身の浦川さん、父親が出店していた屋台の手伝いをするなど、ランタンフェスティバルには昔から馴染みがありました。大役じゃないですかね、やっぱランタンの工程っていうのが。そのやっぱプレッシャーとか圧は若干ありつつも、やっぱりまあ長崎お世話になった町なんで、その町の人たちだったり、まあ、県外から来てる人たちもそうですけど、やっぱり皇帝パレードを楽しんでもらうために全力でファンサービスしたいなと思いますね。出発会場の中央公園では多くのお客さんが待っていました。アルコア中通り観光ガイドパレードを先導する形となります。次にまたするね。わかりました。よろしくです。はい、あー緊張するね、これ。続きまして、みこしに乗り、いざ出発。中国清朝時代の正月に皇帝と皇后が揃って街中に出かけ、民衆と一緒に新しい年を祝う様子をイメージしている皇帝パレード。浜の町のアーケードを通り、港公園を目指します。とてもかっこよかったです。でもこっち見てくれたね。もうやばいやばい。1メーターぐらいの距離ですね。目がキラキラしてたシュッとしてました出発からおよそ1時間後、休憩場所の諏訪小学校に到着。浦川さんの母校です。全然変わってないですね。あ、ありました、これだ。卒業する時に作ったモニュメントが今も校内に飾られていました。いや、ちょっと懐かしい名前がめちゃくちゃ並んでて、ちょっと時間が戻ったような気がしますね。やべ、懐かしい。そして午後4時過ぎ、ゴールの港公園に到着し、無事に皇帝パレードを終えました。いや、気持ちいいですね。こんな経験多分もう二度とできないんじゃないですかね。てか、アーティストになってからもこんな経験はないですね。こちらお願いします。お疲れ様でした。雄大の父ちゃんですから。頭いやー、最高でした。本当に死ぬまで語りたいぐらいの思い出ですよね、これは。このイベントに出させていただいて、改めてなんか長崎の温かさもそうですし、改めてまた長崎に何かの形で恩返ししたいなっていう思いは強まりましたね。